ここでいいのかいなあに学者先生の頼みならお安いご用さじゃあな先生 なつきくん知らない男の人が来てキャサリン先生を撃ってうんなんか電気ショックのチューみたいなので。 そいつに連れれて行かれちゃっみなもも一緒に私怖くてなつき。安田よアトリを狙っていた男あいつはアトリを回収しに来た賞金稼ぎだと思ってたでも違った あいつは多分わからないねえどうしてアトリは命令に従わないの学校にさえ来なければあんな目に遭わずに済んだのにあの子は時々意図して命令を無視してる節がある何者なの一体 <laughs> <laughs> アトリちゃんが死んじゃう,う大丈夫ですよまだまだ余裕ありますからヘラヘラ笑うのできそがないがアッヘヘヘさすがに聞きますね <laughs> なんだその笑い顔は人間の真似か 気持ち悪いんだよ <laughs> <laughs> どうやって学習したのかは知らんが人間みたいな表情を出すのはやめろ <laughs> そうだそれでいい。 こいつのせいで何もかも奪われたからです私は以前ヒューマノイドを開発する研究所にいました YHN04B シリーズの生みの親は私が敬愛する小西久作先生先生は天才で今までにない新しいヒューマノイドをこの世には送り出したんですですがこいつのせいで全ては水泡に帰しました こいつが暴走したせいで暴走あなたの年なら知らないでしょう今から30年ほど前にこいつが小学校へ乱入し生徒を襲い重傷を負わせた無抵抗な子供を何度も殴り殺しかけたんです嘘よアトリちゃんがそんなことするわけずいぶんと人間にこびる方法を学習していたようですね YHN04B009 <laughs> 見るがいいこれが本来の姿感情などありません感情がないから善悪もない本来仕込まれているはずの三原則も働かずこいつは暴走して人を攻撃するあの時もし緊急停止信号が出されていなければ殺していたでしょうっ <laughs> どうなんだ、おい覚えていません。都合よくメモリー欠落ですか。でもね、私は忘れませんよお前の暴走のせいで、旧作先生は失脚し、信用を回復できないまま噴死した事件を起こしたロボットの開発者として、お名を着せられ、研究者としての道を閉ざされて、 でもそれは仕方がないことなんじゃだってその人が作ったんでしょええそうですよでもねこいつが回収された後おとなしくしていれば名誉挽回の機会もあった脱走などしやがってお前を回収し破壊するのが弟子だった私の務めこれ以上旧作先生の功績に。 傷をつけさせはしない逆恨みじゃないですかそんなの、アトリちゃんのせいじゃないアトリちゃんがどんな罪を犯したか知りませんけど、脱走したのは、行きたかったからでしょ一度の罪で殺されるなんて、かわいそうすぎますこれだからバカとは話したくない。 さっきも言ったでしょう。心を持たないロボットに、さも心があるように言う。おめでたい脳みそのせいでおかしなことになる。ものに向かって、かわいそうなどと、あなたは道路を踏みつけて歩くのに心を痛めますか髪を丸めて捨てるのに倫理観が試されますかこいつらはもの。傷つく心を持っていないのだ <laughs> そうだろう。 自分の口から教えてやれこの人の言う通りですみなも私は傷つかないし壊れても何とも思いませんだったらどうして脱走なんてしたの行きたかったからでしょ <laughs> プログラムのエラーだ AI に心が生じないことは20年代からの常識ですそ,そんなことない アトリちゃんは一緒に笑ってくれた心がなきゃできないよできる簡単ですパターンを学習し人間のマネをすればいいたまにあったでしょう急に表情が固まって何も喋らなくなることが <laughs> 感情パターンを分析しきれず思考がフリーズした時に起こる現象です感情があるなら何かしらの反応があるはずでしょう でも、でも。感情で理性を押し流してしまうのは、バカのすること。お前のような人種は私の敵だああ学校で何を教えているのだ。教育のレベルが低いから、こんなバカが育つ。まあ、いいでしょう。そろそろ始末をつけます。おい、立て。うう歩け。縁まで行くんだ。 何をすするんですかやめてください柵の向こうに立て <laughs> 一つ試してやろういくら頑丈なお前でもここから落ちればひとたまりもあるまい自分で飛び降りろできるだろお前ならどうしたまさか怖いなんて言わないよなできません自殺は禁じられています 三原則を破るところを見せてみろと言っているんだ。できません。ちっまあいい。ならこいつでとどめをさしてやる。この左腕は私が自分で改造したもの。パワーでもお前に引けを取りませんが、スタンガンを打ち出すことができる。こいつの高圧電流はお前の全身の神経を焼き切る。仮に無事だったとしても。 二度と立ち上がれまいあとはゴミと一緒に海に沈んでいろポンコツポンコツはロボットへの別称です撤回を要求しますああ何を今さら <laughs> やっとやっとだ長かった私の旅も終わる旧作先生今先生の仕事の 後始チ <noise> ち、邪魔をするな あ <laughs> どいつもこいつもクソロボットの愛想笑いに騙されやがって <laughs> 君は確か、こいつの今の持ち主でしたね。ならば同罪です 自分の罪を身をもって知るといいな何をするロボットのくせに人間に手を出すな はあ。

調子に乗りやがって <laughs> あ <laughs> トリちゃん。 あの日もそうでした私は暴走し人を殴った。 どうなっているのヤスタはアトリーやっぱりあの事件はあんたが起こしたのねはい私は禁じられていた学校に入り生徒の一人を攻撃しました誰かが私を停止させなければ殺してしまっていたでしょうロボットは人を攻撃できないはずよどうしてそんなことが 不良品だからですその人の言う通りなんです私は不良品でもっと早く廃棄されるべき存在でした世界が生み出したエラーです1秒でも早く取り除かないとキャサリンそのちぎれた腕を拾ってください どうするのそれで私を撃ってくださいえカートリッジの射出は外側にあるスイッチでできるはずです私は自分で死ぬことはできませんそうプログラムされているからですがそれで撃たれたら完全に機能停止しないまでもほとんどスクラップ同然になります無害なゴミになって海の底で機能停止する日を待ちます そんなのできるわけ私が子供たちを傷つけてもいいのですかあなたの生徒がそこにいる人のようになってもいいのですか <laughs> バカ言わないであなただって私の生徒よどの口でって思うでしょうけれど 全員を守るには合わせるしかなかったは <laughs> <laughs> もうやめてお望み通りにしてください私を壊したいのでしょう いいのですか許可を与える権限は私にはありません私はロボットあなたは人ですやめてよアトリちゃんアトリちゃんはもっと生きたいんでしょ生きたいとか死にたいとかはありません最も合理的な判断として私は今すぐ廃棄されるべきなのですでもでもそんなの嫌だよアトリちゃんと もっと一緒にいたい理解不能です。要望にはお答えできません。さあ、押してください。<laughs> うん、エラーです。心ではありません。 黙れロボットが心など持つものか落ちぶれても科学者はヒューマノイドの研究において第一人者だった小西久作先生の最後の弟子だ未来のことは知らない。ですが現在に続くものは全て知っている。 先生は AI に心を持たせるための研究をしていました。ですがついに生涯でそれを成し得なかった。こいつが暴走したせいでね。疑似的なものです。無数のパターンから反応を学習し、感情を疑似的に再現しているにすぎない。 ええ、その通りですが決定的に違うものがある意識です AI は意識を持たない意識がないから自発的に目的を持つことができないこの意味が分かりますかその通り最初の目的何だっていい掃除をするのでも荷物を運ぶのでも ミサイルを撃つでも目的さえ与えてやればそれに沿った思考をし過去の蓄積から最も適していると判断された行動をとる大抵のことは人間よりもうまくやるでしょうもし下手にやれと命じられれば下手にだってやれるですが掃除ロボットを外に出し好きに生きろと命じたらどうですそこから一歩も動けなくなる 先生はその研究をしていた手がかりをつかみ生涯かけて完成させるはずだったですが志半ばで道は閉ざされた科学史に名を刻むはずだったのにまさか こいつに心があると言い張るつもりですか単なるプログラムのエラーだその証拠に同シリーズで同じ不具合は出ていない <laughs> 話にならないもし三原則を破れるならこいつは今 どうして私に背中を押させようとしているどうして自分で死のうとしない <laughs> 何を根拠にあなたがそう思いたいだけでしょう。 ログですか。旧作先生が手書きさせることにこだわった少しでも人に近づけたくてどこに証拠があるんですただその日の出来事が記されているだけじゃないですか。 参照的な内容ですね。ですがそう感じるのは我々心を持つ人間が読んでいるからだ。ええ、そうです。うん、文字が滲んでいるがそれがどうかしましたか。何をバカな。 水滴がこぼれただけでしょうありでない ヒューマノイドが泣くことはない感情を疑似的に真似たとしても涙は流さないはい何も感じる心などありません いいじられない私は確かに命じた人間の真似をするのか命令を破ったのかでもしかし何のため です…シーナ様そうシーナ様シーナ様。椎 雨が上がっていく。<笑><笑>すみません。夏木さんをタオル代わりにしてもいいですか 性能ですからそいつにボコボコにされたからですでも頑丈ですから全然平気です守るのは私の役目です夏きさんは守られていてください奇遇ですね ヒマノイドもですよ <laughs> 私はとんでもない思い違いをしていたのか。 ええ、分かったわ,、ええ、ったわあっあっこれと何か足りないと思ってました ナツキさん、体の具合は大丈夫ですか と4日なら十分持つと思います <music> い,いえ全然そんな私には痛覚が備わっていますが一定以上の痛みはリミッターが働きますので。 《あいつに殴られているときあいつを殴っているとき頭の奥の方で何かが軋むような感触がありました》《ネジが飛んでひびが入って私の中にあるコアが壊れていくんです》 こうしてるとひび割れが治っていくみたいです癒やされるというのはこうした感覚なのですねはいですあの何か えああのその。 こ,ここで見張っててあげますからどうぞ安らかに眠ってくださいぷいっ知りませんぷいっ 夏希さん,んどうしてしまったのでしょう私はいじっぱりのなつきさんが抱っこしてほしいって自分から言ってきてくれたのに抱っこしたいのに <laughs> わわわわ無理無理無理です <laughs> シーナさまあっ知らない間に目から洗浄液がうぅ… <laughs> 涙学習しました <laughs> 皆様がですか役に立たない私をそばに置き必要としてくださいました私たちロボットはマスターに必要とされなければ何のために生まれてきたかわかりません <laughs> あの頃の私が知っていた感情が。 悲しみじゃなく喜びだったならシーナ様悲しませずに済んだのにフ <laughs> <laughs> 私も…少し…スリップしていいですかうぇっなつさんをロボット愛護法違反者にするわけにはいきませんので ナツキさんはハレンチになりましたもう知りませんですぷいですぷい 相談はい夏希さんについて今ちょっと夏希さんとの関係に悩んでましてそれは恋愛相談だねみんなも部長鼻息が荒いですよ荒くもなるよえなになに夏君がどうしたのその前に 今日の部活は私たちだけですか昨日、あんなことがあったからね。落ち着くまではこんな感じかも。私のせいですね。大変ご迷惑おかけしました。怪我の具合はいかがですかもう何ともないよ。お医者さんに診てもらったけど、後も残らないって。アトリちゃんこそ、大丈夫なの私は平気です。 それに料理を学習し直さないといけません夏希さんに食べていただくためにそっか夏くんのためか <laughs> それでそれで夏くんがどうしたのうえ圧がすごいです夏希さんがどうしたというわけじゃないのですがどちらかというと私がどうかしてしまったようで うん、うん急に夏希さんを直視できなくなったと言いますかそばにいると落ち着かないと言いますか <laughs> 私を守ってくれた夏希さん超かっこよかったじゃないですか思ったいいなってロボットの私をかばって傷を負って。 とてつらかったですけど嬉しかったんですうんうんわかるそれに私の中に心があるのを見つけてくれてなんて言いますかこう優しいんですうんうん超優しいよなつきさんのことを考えるだけで。 ドドキドキしてくるのです今までなら平気だったのに抱っこして寝るのもできなくなってしまってこのままでは夏希さんの足としての役割が果たせません <music> はあはん、あ、なるほどアトリちゃん恋しちゃったねズバリ初恋だね なんだかいつもよりテンションが高いですね頭を打っておかしくなったんじゃないですかおかしくはなってないけどちょっと吹っ切れたかもこれが恋なのでしょうかそうだよ間違いないよ断言できるほど情報があったとも思えませんが私個人としては 恋であるという自信がありません。どうして好きなんでしょう私は感情を自覚して間もない、いわば感情初心者。何がなんだかわかりません。正直、機能停止が近づくことで起こっているボディの不調を恋愛感情と勘違いしている可能性も否定はできないのです。そっか。そうだよね。難しいよね。 自分の気持ちを理解するのって分かるな私もそうだったもんあっどうかしたみなもも夏希さんのことが好きなんですねあ,あいいえなんとなくそう思っただけです断定できるような根拠は何もでも今までのみなもの態度や言動を総合すると もしかしたらと、間違っていますか、はあ、当たりだよ。やはり、そうなのですね。ここだけの話だよ。絶対、誰にも内緒ね。わかりました。命令破りに定評のある私ですが、全処します。しかし、これはいけませんね。同じ人を好きになった相手に、恋愛の相談をするのは、 マナー違反であると参考文献に書いてありました他の方に相談します幸いヨークは恋愛のエキスパートを受賞していますしその必要はないよもう答えは出てるもん<え>私の気持ちを見抜いたってことは恋する気持ちがどんなものか分かってるってことじゃないかな正真証明アトリちゃんは 夏くんのことが好きなんだよ。私は、なつきさんが、好き。で、どうするの <laughs> どうする、とは好きになったら伝えないとだよ。私みたいにタイミング逃しちゃうと、一生後悔するんだから。一生後悔 残り4日しか一生が残ってない私には重く響く言葉ですね。私ね。夏くんのこと好きだけど、はトリちゃんのことも大好きなの。大好きな人同士が幸せになってくれたらすごく嬉しい。わかるかなみなもう。あなたは人の中でもとても善良な性質をお持ちです。あなたのような人と出会えたことは 私の人生の幸運と言えるでしょうでどうするえいや別にどうするとかはうーん羽鳥ちゃん傷つくことを恐れてちゃ恋はできないんだよあは,はいですマジでムカつくぜあのヤスだって野郎 俺がその場にいたらお前らに手を出す前にぶん殴ってやれたのにアトリはどうしてるんだ無事なんだな。 ああ、それなら多分平気だと思うぜ日頃の行いってやつだ変電所の設備を業者に調べてもらったが問題なく使えるとのことだ電線もつながってる。 そういうことだ。試してみないと何ともだが。で、どうする？こっちはいつでもいいぜ。あ、そうしろ。アトリー。ま、アホの龍二の気配。誰がアホだよ。 お前大変だったんだってなあの程度ちっとも大変じゃありません私こう見えて高性能ですからワンワン泣いてたって聞いたぞそそんなことありませんもう夏希さんごめんそれ私だまあ元気そうでは何よりだどうして夏希さんはリュウジなんかと仲良しなんでしょう品性が疑われます お前も容赦ねえなううん、うん、もう終わったよ今日は今までのおさらいだったからはい復習をしましたもうバッチリですアト鳥ちゃんほらこ心の準備が私まだ。 心初心者なのでんだよまどろっこしいな言いたいことがあるならさっさと言えってのうんってなにすんだみなもうああのですねなつきさん実はおり入ってお話ししたいことが。 うん、私たち、お邪魔みたいだから帰ろっかはいいじゃねえか別に俺まだ来たばっかだしよくないのほら行こうウちゃん私もリュウちゃんと相談したいことがあるしおおオスなって頑張れアタリちゃんはいですも部長 ーはあすあはあわそのあの夏希さんに伝えたいことがありましてつまり私はあのえっとダメです言えません エナモ部長どこへですかそれってデート はい行きましょうあっ一度船に戻ってもいいですかどうしてもです夏木さんはここで待っててください